デモデモプレイステーション。それでは早速スタート。ホイホーイ、ウォータートゥーンズラン。ガンダム、ロボットアニメの最高傑作「機動戦士ガンダム」がプレイステーションで華々しく復活。大人気の RX78 ガンダムをはじめ、ザク、グフ、ドムといったモビルスーツもリアルなグラフィックで登場。さらにオープニングはもちろん、各ステージの前後ではフル CG によるムービーが楽しめるぞ。時空探偵 DD 幻のローレライ、 3D グラフィックスによるバーチャル感覚あふれるアドベンチャーゲームがプレイステーションに登場だ。物語はプレイヤーの行動によってストーリーが変化するマルチシナリオ。まるで映画の主人公になったような感覚でプレイが楽しめる。ユニバーサルバーチャパチスロ必勝攻略法。パチスロ業界の一番人気、ユニバーサルの監修による 3D ポリゴンパチスロゲームだ。登場するパチスロ台は全てパチンコ店などで大人気の実機をモチーフに 3D ポリゴンで表現したもの。各マシンの特徴ある攻略法がグラフィカルに学べる必勝攻略法モードは必見だぞ。サラブレッドブリーダー2プラス。自分好みのサラブレッドを育てることができる競走馬育成シミュレーションだ。しかも昭和39年から平成6年までの全重賞データを忠実に再現。もちろんレースはプレイステーションのグラフィック機能で迫力の 3D、 重賞レースの躍動感を十分に味わえるぞ。サイバーウォー。近未来のサイバー空間を舞台に繰り広げられるバーチャルアクションゲーム。プレイステーションの特性を生かしたグラフィックとサウンドで、プレイヤーはインタラクティブムービーの主人公になったようなリアルな気分を味わえる。ストーリーは映画バーチャルウォーズのエンディングからスタート。映画を見た人はもちろん、見ていない人でもバッチリ楽しめるぞ。メタルジャケット。ゲームセンターでも味わえなかった超高速対戦バトルが自宅で楽しめる。戦闘用対戦ロボットメタルジャケットを操縦し、3次元空間上のコンバットエリアで敵国のメタルジャケットとバトルを繰り広げる 3D アクション。もちろん視点は迫力のコクピット視点だ。さらに対戦ケーブルを使用すれば 2P 対戦も可能だぞ。
Game over! ナムコの佐伯です。それではですね、これからリッチレーサーを相当速く走るコツということで、中級ブルーソルバルーンのミッションで説明していきたいと思います。全ての、コースについて、共通したことなんですけども、まずはコースを覚えてもらって、アウトインアウトのライン取りをしっかり掴んでもらうということ、あと、今のようにインからアウトに飛び込んで素早く、ドリフトを決めて体勢を立て直すというような形でスピードを落とさない、もしくはターボをかけてより一層速く走るぐらいの感じで抜けていくと、かなりいいタイムが出せますので、そうですね、今も228、30ぐらいで走ってますけども、頑張ってください。 Yeah! It's a new record! どうだった？君たちもこの走りを参考にどんどん記録に挑戦してみて。すごい記録が出たらロックにも教えてくれよ。